コストコで購入したカークランドシグネチャーのマイクロファイバータオル36枚入りで1枚あたりは約65円。ふわふわな触り心地で吸水性がとても良いと評判のこのタオル、実際に車の拭き上げで試してみました。水滴がいっぱいついたボディを拭き上げていきます。確かに一拭きするだけで綺麗に拭き上がります。サイズも大きめで生地が柔らかいのでとても拭きやすいです。タオルのサイズが大きいといってもさすがに1枚では車1台分を拭き取れないので、タオルは3枚ほどあると便利です。洗ったらまた使えるので心置きなく使えますね。とても使いやすかったです。続いてスコットショップタオルです。1ロールあたりは294円。55カットあるので1カットあたりは約5円です。吸水性、給油性が高く、軽い汚れなら繰り返し洗って使えるペーパータオルです。厚手で頑丈なので水に濡れてもすぐには破れません。車のホイールの汚れを拭き取っていきます。サクサク取れるな。いつもガソリンスタンドの洗車機を利用するのですが、ホイールの汚れはどうしても残ってしまいます。伸縮性がある素材なので隅まで届いて拭き取りやすい。このペーパータオル、丈夫で破れにくいのがいいです。こういった細かい部分も拭き取りやすい。綺麗になっていって気持ちがいいです。綺麗になるわ。この辺の水どれ、また成分がちゃうんだ。前と後ろで、さっきまでの後輪ホイールの汚れはサクサク取れたけど、前輪のホイールは取れにくいみたい。輸入車、特にヨーロッパ車の傾向としてブレーキダストと呼ばれるゴミが発生しやすいみたいです。ブレーキ性能を上げるための代償として仕方がないというものみたいです。この汚れは放置していると取れにくくなるので、こまめに掃除したりホイールにコーティングをすることで汚れが取りやすくなるらしいです。マイクロファイバータオルもショップタオルも評判通り吸水性抜群の使いやすいタオルでした。車だけではなく家の掃除にも使えるようなので、いろいろ試してみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。